はいみなさんこんにちはカメラブ TV 大です。今日はですね、画像の8ビットとか12ビットとか14ビットってありますよね。あれが何かっていう説明をしたいなと思います。まあ理系の方で仕事で AD 変換とかデジタルを扱ってないと何のこっちゃわかんないと思いますよね。ということで位置からおさらいしながら説明したいと思います。ではスタートです。 まずビットのおさらいからやっておきましょう、えー。1ビットはコンピューターが理解できる最小単位なんてよく言われますよね。まあそんなこと言われてもねって感じなので、もうちょっとベタな説明をしたいと思います。で、アナログとデジタルって聞きますよね。まあ色でちょっと考えてみましょう。白と黒を考えると、アナログはこれで徐々に白から黒に変わります。で、どこで切っても何かしらの色が出てきますよね。 で、デジタルでは白か黒しかないと。どこで切っても白か、もしくは黒になってしまう。というものがデジタルです。で、白か黒。これが1ビットと同じ意味になりますね。数字にしないといけないので、0か1になるわけです。ですから、1ビットには0か1。このどちらかが入ることになります。で、2ビットになると、0か1のこの組み合わせが2つのセットになるわけですね。つまり、00。 011011の4つの組み合わせになるわけです。3ビットになると0か1のセットが3つになりますね。ですから000001010 000, 点点となって111までの8つの組み合わせがあります。ですから2ビットなら2の2乗通り、3ビットなら2の3乗通りになりますね。 つまり8ビットなら2の8乗で256通り12ビットなら2の12乗で4096通り14ビットなら2の14乗で16384通りになりますビット数が増えるとすごく組み合わせが多くなるということですねさてビットが分かったところで AD 変換って聞いたことがありますねアナログをデジタルに変換することです では、どのように変換するかですけども、まず、y イコール x の次乗というアナログのグラフをデジタルに変換してみますね。で、x は0から10までを扱うことにします。ですから、y は0から10の次乗で100になりますよね。で、これを ad 変換しますね。まず、はじめにですね、簡単に2ビットに変換してみましょう。2ビットだから2の2乗で4通りですから、 y の最大値である100を4つに分解します。そしてこのデジタルにするときに必ず均等に分割するようにします。ですから2ビットでデジタル化するときには4等分するということになります。つまり0から25をデジタルの0 0 25から50を0 1 50から75を10 75から100が11 とするとグラフはこうなりますで。4ビットなら2の4乗で16通りになるので同様に y の最大値100を16個に分割します。つまり6.25ずつに分割されるわけですね。するとグラフはこうなります。で同様に8ビットのグラフ、12ビットのグラフ、14ビットのグラフがそれぞれこうなります。うもうわかりますね。 ビット数が増えればグラフはどんどん滑らかになってアナログのグラフの再現性が良くなるということです。グラフが小さいので8ビット以上はほぼ同じように見えるかもしれませんけどもそれでも必ずだんだんにはなっているんですね。ここで視聴者さんから質問がありました画素の大きなセンサーだとたくさんの電荷が溜まるからデータ量が多くならないのはなぜなのかということです。で例えば大きな画素に 1>, 1万の電荷を貯めることができるとしましょう。小さな画素には100の電荷を貯めることができるとしましょう。同じ14ビットで AD 変換したとすると、大きな画素っていうのは0.61ごとに分割して16384個のデータができます。で、小さな画素っていうのは0.0061ごとに分解して同じく16384個にデータになるんですね。 ですからデータの数そのものは16,384個で一緒なんです。したがって同じ画素数で同じビット数で AD 変換したらセンサーの大きさ、画素の大きさに関係なく同じデータ量になるんですね。先ほどのグラフでまだわかりにくいという方のために画像でも同じだよということをちょっと説明しようかなと思います。 最初に示したアナログのグラデーション。白から黒のグラデーションですね。これを2ビット、4ビット、8ビットでデジタル化してみます。どうですか ?8 ビットが滑らかにグラデーションを表しているということがわかりますよね。つまり AD 変換というのは元々のアナログのデータがどんだけ膨大であろうと何ビットで何分割するかっていうだけの話なんですね。 それではこの AD 変換を使って JPEG 画像を説明します。で、JPEG というのは光の三原色で画像を表しています。で、三原色はご存知の通り、えー、赤の R、緑の G、青の B の RGB ですね。そして RGB それぞれが8ビットで AD 変換されています。これは8ビットって決まってます。 つまり R が256分割、G が256分割、B も256分割されたものの組み合わせになります。ですから R の256通り、G の256通り、B の256通り、これをそれぞれ掛け算することで1677万7216通りの組み合わせになるんですね。で JPEG はよく1677万色とか言われるわけですね。 つまり一つの画素が1677万色表せれるということになるんです。例えば24メガセンサーであれば2400万個の画素、それぞれに RGB のデータが必要ですから2400万 ×RGB ということで7200万個の8ビットデータがあるわけです。ですから5億7600万ビットものデータになるんですね。 で8ビットイコール1バイトというふうに表せますので2 4メガの写真1枚というのは7200万バイトイコール7 2イトになるわけです。で実際に JPEG は圧縮されるのでだいたい4分の1から1 5分の1程度のサイズに小さくはなります。圧縮の仕方はややこしいので割愛しますけども圧縮率は同じような色相の多い画像の方が高くなります。 次に、ロー画像で12ビット出力とか14ビット出力って書かれてますよね。あれは各画素の出力が12ビットか14ビットという意味になります。ベイヤー配列であれば RGGB の配列ですから、RGGB それぞれ12ビットイコール4096分割されたデータを持っているということです。14ビットなら16384分割されたデータになりますね。 例えば24メガセンサーなら2400万個の全画素にそれぞれ12ビットなら4096分割されたデータ、14ビットなら16384分割されたデータを持っているわけです。ですからビット数の多いロー画像のデータは大きくなるんですね。 ローは8ビットなんて使い物にならないので、最低でも12ビットです。今では一般的に14ビットになってますから、2400万 ×14 ビット、3億3600万ビット、イコール4200万バイト、つまり42メガバイトの画像になるわけですね。で、各社ある程度圧縮などしますから、この理論値よりも少し小さなサイズになると思います。ここでちょっと意外に思ったんじゃないですか 先ほど JPEG の元画像っていうのが圧縮前は 72MB の画像で、ロー画像が 42MB で済むということですね。つまり画像を作る段階で RGB のデータをそれぞれの画素に持たさなくちゃいけないために、結果的にはビット数の少なくても JPEG の方が画像そのもののサイズというのは大きくなるんですね。これが圧縮されて、 小さくなってるっていうのは非常にありがたいことですよね。そしてもう一つ、TIF というフォーマットがありますね。で、結構勘違いされてる人も多いんですけども、ファイルサイズのでかさから TIF と r a w は同等と思ってる方が結構いてるみたいですね。でもこれ全然違います。TIF はそもそも各画素の RGB データを持っていて、RGB それぞれ8ビットしかありません。 ですから、色数も1677万色なんですね。つまり、元データは JPEG と一緒ということになるんです。大きく違うのは、基本、非圧縮であることなんですね。汎用性が高くて、高精細であることから、印刷業界ではよく使われているようですね。ただし、Web 等では扱えないフォーマットなので、標準的な画像の扱い方では、TIFFF を使うメリットというのは、まあ、ほぼないと思います。 そして最近は JPEG の画質もどんどん上がってきてますので、ここはモーティフを使わずに JPEG を使っておくだけで普通は大丈夫だと思いますで。もう一つフィッツっていうデータもあるんですね。このフィッツはちょっと出どころが変わっていて、天体写真、どちらかというと学術天体写真向けに開発されたデータなんですね。これは結構古いフォーマットになるんですけども、 ま、データ領域とヘッダー領域みたいなところがあって、ヘッダーでいろんな指定をすれば、そのデータをどう使うかっていう指定ができるんですね。で、そのヘッダーも ASCII で書かれていて、非常に読み解きやすくできているっていう、ちょっと変わったフォーマットになってますね。ですから画像だけじゃなしに、いろんなものをそのデータの中に組み込んで、それを活用することができるというようなフォーマットになってます。 そしてそのデータも今では64ビットまで扱うことができますし、不動小数点も扱うことができます。ということで今日はビットのお話から、それから各画像のフォーマットに関してのお話をしてみました。これで謎が解ければいいんですけども、えー、またわからないことあればコメントなりでご質問ください。ということで今日はこれぐらいにしたいと思います。では、バイバイ。